今日はお前の誕生日だな。そうだけど、もう約束の時間過ぎてるよ。そろそろレストランで待ってるのは恥ずかしいんだけど、来られるんだよね。誕生日なのに連絡もなく遅れてくるなんてひどくない？え？まだ待ってたんだ。惨めだな。何言ってるの？もちろん待ってるに決まってるじゃない。約束したんだから。そんなとこ行くか！え？俺、お前とは別れることにしたから。何言ってるの？今日でもう35歳だろ？そうだけど。めちゃくちゃババアじゃん。今更それ言う？私の方が2歳年上だって分かって付き合ったでしょ？俺、結婚したいんだよね。私だって結婚したいけど、何今更。プロポーズも何もしてなかったでしょ？お前とじゃないし。え？お前の誕生日に言うのは悪いけどさ、俺決意した。ババアとは結婚できない。介護とか無理。は？私たち8年も付き合ってたんだよ。知ってるよ。昔は良かったよな。お前も27歳で、モデルもまだやってたし。でもすぐ辞めちゃったもんな。俺と付き合ってから。結婚するだろうと思ったから、普通の OL になっただけでしょ。それに30も超えちゃったし、モデルとしてもそろそろ潮時だとは思ってたから。あの時のままの見た目なら結婚してやってもよかったんだけど。もう無理だよな。だらけたババアになっちゃったし。そんなことないと思うんだけど。俺、婚活するから別れてくれ。え？結婚したいんだよ。普通に若い子と。だから離婚してください。お願いします。お願いって、そんなのひどすぎない？今日誕生日でディナーの約束してて、私はここで待ってるんだけど。待ってても無駄だから帰れば？俺は35歳の女とは結婚しないし。35歳の誕生日に別れを切り出すなんて、さすがにびっくりしたよ。付き合って8年なのに、婚活したいから別れろ。こんな別れ方するんだ、びっくり。勝手にびっくりしてれば？35歳のババアよりも若い子と結婚したいじゃん？だから消えろ。お前とはもう終わりだ。悪びれもせずに行ってくるんだね。じゃあ私も別れることにします。もういいわ。こんな会話が不毛すぎる。じゃあな、バーバー。俺は若い子と結婚するよ。お前はもう無理かもな。30代になる前だったらまだいけたかもしれないけど。もうその年齢と見た目じゃ無理だな。そんなことよく言えるね。いや、でももう少し早く言ってくれたらよかったかも。こんなタイミングで言われるなんて最低だよ。私の誕生日なのに。誕生日だからこそ言ってやってるんだよ。どういうこと？昨日までは34だったじゃん？35歳になったババアと結婚するのはちょっと無理。婚活して若い子見つけるから、今日で別れてくれ。最低だね、あなた。8年間ありがとな。私はありがとうなんて思わないから。婚活でも何でも勝手にして。私はあなたのこと、もう二度と考えないことにする。さようならクズ男、地獄に落ちろ。ミサ、今話せる？俺、今メンタルがボロボロなんだよ。ちょっと会って話せないかな？は？ふざけんな。話せるわけないでしょ。あんた誰だよ？俺のこと忘れた？そんなわけないよね。翔太だよ。もう別れて3年経つかな。わかってるわよ。名前は表示されてるんだから。で、何の用？こっちには何も話すことないんで、手短にお願いしますね。手短にって、冷たすぎないか？用事があるなら早く言ってくれる？わかったよ。今日ミサを見かけたんだけど。は？どこで？銀座のレストランでランチしてなかった？してたけど、見たんだ。ストーカーでもしてるの？そんなわけないだろ。偶然だよ。3年ぶりに会ったんだから。それでさ、昔より綺麗になってなかったか？はい？何が言いたいのよ。もう38歳のはずなのに、昔より綺麗になるなんてことあるのか？よりによって今日見かけたんだ。え？奇遇ですね。まさかあんたが3年前にひどい振り方をした日に会うなんて。そっか、今日誕生日か！おめでとう、綺麗になったし会うか？どこにいる？会うわけないでしょ、気色悪い。綺麗になったかもね。ダイエットに成功して、今はモデル活動にも戻ったし、インフルエンサーとして活動させてもらってる。は？
38歳なのに？そんなのありえないだろ。嘘つくなよ。嘘ついてどうするのよ。そうやって他人をすぐ疑う癖やめたら？そうだな、ごめん。綺麗になってたのは事実だし、疑う必要ないか。俺たち、やり直さないか。はぁ？復縁しよう。俺はお前を失ったことを本気で後悔してる。お前とやり直したいんだ。今ならもう心の準備もできてる。ミサ、結婚しよう。アホすぎ。え？必死で懇願しても無駄。そんなの鼻で笑ってやるわ。鼻でって、え？なんで？バカにするなよ。なんですぐ行けると思った？お前みたいなクズ男と誰が復縁するか。クズ男って言い過ぎだろ。俺が3年前にしたことはひどかったと思うよ。でも俺はガキだったんだ。今はちゃんと大人になった。ミサを幸せにしてやれる。今日見たらマジで綺麗だったし、声かけようと思ったけど声かけられなかった。よかった、声かけてこなくて。ドン引きするところだったわ。なんでそんなに言うんだ。俺たちやり直せないのか。まだお互い好きなはずだろ。そういう気持ちが完全にないとは言い切れないはずだ。いや、全力で言い切れるわ。え？私は今もう再婚してるし、仕事も戻って順調に全てが回ってる。家族も大事にしてるし、あんたと付き合ってた時よりずっと幸せだよ。再婚してる？は？嘘だろ。お前38歳なのになんで？なんでって、年齢なんてそこまで関係ないから。あんたみたいに年齢と見た目だけで決める人間ばかりじゃないの。自分を世界の基準にして考えるなよ。わかった、謝るから。俺の話を聞いてそれから判断してくれないか。判断って何を？もう何も判断することとかないんだけど。俺結婚詐欺にあったんだ。へえ、ご愁傷様。それで全財産騙し取られたところなんだよ。もうダメだと思って歩いてたらミサを見かけたんだ。しかも今日、ミサの誕生日に。俺たちが別れてちょうど3年の今日にまた会えたんだ。何かの運命だと思わないか。はあ、私とあなたの間に運命なんて絶対に存在しないけど。気持ち悪いからやめてくれる？たまたま会っただけでしょ。変な勘違いしないでよ。勘違いじゃない、運命のはずだ。俺を信じてくれ。信じるわけないだろ、アホ。というかあれから婚活してたのに再婚しようとするのが私より後とか皮肉だね。しかも結婚詐欺とか自業自得すぎる。3年前のことは悪かったって。35歳って結構ババアだなと思ったんだよ。あの時はあれほど見下していたのに自分も35歳になってるじゃん。そうやって年齢で見下すような人間は他の人にも見下されるようになるんだよ。悪いけどあんたはまずはその性格を改善して、お金もまた貯め直してから婚活した方がいいんじゃない？まさか元カノのお前がもう結婚してるなんて。ミサと結婚しておけばよかったよ。それに私はすでに子持ちですから。え？しかも旦那は有名実業家でテレビにもたまに出てる。旦那のおかげで私たちは都内の豪邸に住んでるし、別荘もあって休暇にはそこに遊びに行っているのよね。ほんと、あんたみたいなクズと別れたことで人生完全に好転したわ。3年前に最低な捨て方してくれてありがとね。待ってくれ、子供？別荘とか豪邸って俺と別次元の世界にいるってことか？まあそうでしょうね。これも普段の行い次第じゃない？私は頑張ったし、あなたは頑張ってない。それだけの違いだと思うわよ。待ってくれよ、いつの間に妊娠なんてしてたんだ。しかも妊娠してたのにそんなに綺麗になったのか？どういうことだよ。今は自分も子育て系インフルエンサーとして活動中だし、私生活も充実してる。あなたとの運命？そんなものあるわけないでしょ。私たちの関係は完全に3年前で終わってる。それが運命よ。結婚詐欺にあったのは残念だけど、自分の運命だと思って受け入れてください。そんなの無理。俺はお前とやり直したいんだ。俺はミサと結婚したい。お願いします。そんな生活捨てて俺と一からやり直そう。金が全てじゃないだろ。愛があれば何でも乗り越えられる、そう思わないのか？え、バカなの？え、あんた自分が性格どんだけ悪いか私が覚えてないとでも思った？
あんたが最低すぎて別れたんでしょうが。金がなかったとかじゃないから。正直そんなのあんまり興味なかったし。嘘だろ。だって今の旦那は金持ちだから幸せなんだろ。結局金ってことだろ。違うって言ってるでしょ。というかあんた、私のこと自分が捨てたって覚えてないの？35歳の誕生日に婚活するって言って捨てたんだよ。8年間も私をキープしてたくせに。いや、それは確かにそうだけど。今の旦那だって最初はこんなに裕福だって知らなかった。単純に人間性が好きになって付き合って結婚したんだよ。子供にも恵まれて幸せだし、人生ってこんなに幸せが待ってたんだなって思いました。俺はどうなるんだ？え？なんでそれを私に聞くの？関係ないことこの上なしなんだけど。私に聞かれても困りますから。これ以上迷惑な質問繰り返さないでくれる？ごめんなさい。せめてお金だけでも貸してください。はあ？本当はミサとやり直して結婚したい。でもそれが無理なら、お金だけでも貸してくれる？お願いします。人生やり直すには金が必要なんだ。なんか本当にもう、ドン引きだわ。頼む！8年も付き合った仲だろ。ババアより若い子と結婚するって言って捨てられたんだから、これ以上関わる必要ないよね。なんでブロックしてなかったのかわからない。もう二度とあんたとは連絡取れないようにブロックするね。え？ブロック？待って！あんたの人生がどん底なのは自分の自業自得だよ。それを自覚して一人で一から出直せ、このアホ。さよなら、クズ君。私は幸せになりました。ありがとね。翔太さんはミサさんの自分との現在の格差に気づいてしまい、メンタルが崩壊したのだそうですよ。ミサさんはその直後に翔太さんをブロック。翔太さんはそれにも気づかずずっとメッセージを送り続けたのだとか。お金もなくなってしまい、仕事へのやる気もなくなり、婚活に行くお金もなく、自分の生きる意味を見失ったのだそうです。ま、こうなったのも自業自得の結果ですから、少しは反省して更生するしかないんだと思いますけどね。ミサさんにはもう何の関係もないことですから、勝手にしてくれるといいんですけど。